いやだからこんだけ作ると、うん、明らかに手数が多いやつと手数が少ないやつがあるんですよね、はいはいはい、で皆さんよく知ってるんですけどね、手数の多いのをね買われるんですよね。以前は本当に買うのやめてくださいって言ったんですよね。そしたらもうお客さんなんでですかって言ったら、うん、こんだけ手間かかってるからもうねまた作ろうと思ったらねそれ買ってくれない方がいいって言ってましたけど、もう今そんなこと言いませんけど、うん、もう本当にね手間です、うん、6ロが3分の1ぐらい、6ロみたいな、そうですね、6ロもねありますし、うん、そうだってなんていうこれ手数多いじゃないですか、この筆を、うん、これめちゃめちゃ書く、これとこれだったらねえ こっちが こっちが喜んでこれもいいですね、これ釜がね、そう総理とか ね、そうそういうだけどね、まあこれはこれで魅力もあるんですけど、やっぱり嫌なのはこういう手数が多いのがを買ってくださるのは嫌ですね。嫌なんだ、だってまた作らなきゃいけないから。そうですか。手間ですね。まあ本当展示会の時にこう並べてね、それでね、ああよく作ったなっていう風で、それでまあおしまいなんですけど、なんか納得させるという。まあ、並んだのってすごいもんね。すごい。山下さんね、はい。まあね、こういう極端な展示をしないとなんかね見てくれないのかなと思って。うん。で奥さんもですね、安藤由紀さん。はい、ね、お若いですよ、私よりもだいぶ若いですよ。あ、そうですか、うん、だって平成、あ違いますよ、あ年齢はなんかね、あのね、そう、あ平成よりどんだけ若い人と結婚しとるんだって思うすいません、ねえ、ねえ、そう、ね、ああ、騙されるとこでした。ね、結構あの女性はね、うん、あの最近隠す傾向にあるので、うん、はい。ですね。愛情書。あ、うん、いいですね。愛情書。これもね、あの前ね、あの愛情の字が薄いじゃないですか。ね、あの前どっかのあの名古屋でね個展した時に友情出品って筆でちょこっと出したんですよね。そうしたらなんでお前ら夫婦なのになんで友情なんだって言われて、お前ら愛情だろって言われて、でそれであの柿田ギャラリーで。いやギャラリーさんで個展するときに、ね、奥様も出してほしいんですけどって言ってね、でそのくだりを話したんですよ。そしたら面白がっちゃって、じゃあ愛情でいきましょうよって言われて、で嫌ですと断ったんですよ。そしたらもう一回来たんですよ。やっぱ愛情じゃダメですかって言われて、まあ2回目言われたら分かりましたっていう風で、やっぱそこに皆さん反応するんですよね、うん、愛情だけここしなきゃいけないですよ ね、うん、伝えときますよ。でここにちょこっとだけね、あの、あそうなんや、はい、あんなのね、はい、そういうのをやってますね、はい、ぜひこういう、うん、本当は一人でずっとこういうことやりたかったんですけどね、うん、そう2回目からうちの奥さんが出てきて、うん、はい、まあ柿田さんね、あんなの作ってる人が少ないからということで、うん、まあそこで、うん、はいですね、まあね、こう会話からずばっかりなんで、身の物頑張ってほしいですね。ね、少ないですよね。今身ので身のね、身の物作ってる人って意外と少数派に今なってしまいましたよね。まあ古典作ってる人いないね。で、うん、あのやっぱりね、身のっていうところはやっぱりどんどん発展させていくのもやっぱりそれはね正しいと思うけど、うん、ただ古典的なものが非常に少ないっていうのはちょっとね寂しいなと思って。よそから来た人は意外とね、美濃に憧れて、まあ僕も名古屋から美濃にね、引っ越したんですけど、そういう人が普通のものを焼いてるってことは多いですね。多いってもそのパーセンテージってはめちゃめちゃ少数派ですけど、うん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。